この間、その俺何も特に、うん、あ、結局なかったけど、うん、いつか撮影するみたいな言ったんや、最初、うん、それをたまたま一緒に風呂行った時に、うん、今度3人で初めて撮影するんですよね、何日みたいな、うん、あーそうなんやみたいな感じで言って、それの2日前ぐらいに、うん、何日俺休みやねんけどな LINE が来て、めっちゃ可愛いっすよ、うん、でもその時にはもうないっていうのは分かったってやったから、うん、なるほどね、あの撮影なくなったっぽいんですよねって、うん、ああそうかちょっと残念そうやったから、あのドラマである、そっか、そう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 だよなまあまたある日言ってくれやぐらいくらいだいたいそんな言い方してないでしょ、そもそもしてないけど、なんか俺にはそうとない哀愁、哀愁漂う感じで、うん、なるほどね。グヒャンの話はやっぱ盛り上がるね。いやグヒャンな、やっぱな、俺ハイエナキャバクラな、渾身の企画やと思ったから、渾身の右ストレート伸びすごいよな、全然伸びてないけど、渾身の右ストレートをヒュッてかわされたみたいな感じ、うん、だからもうおしんはとりあえずもうそのグヒャンってやっぱディープキスするところからやめたら、その日課から、うん、なんでなんでってことはやっぱしとうってことないなただあのエナキャバ高評価の方が多かったら、うん、シリーズ化していくっていうのを動画で言ってあげとう、うん、今の段階では高評価の方が圧倒的に上やね、うん、またやるよ俺は。結局でも良かったっすか、3件行ったんかな、ワンセットずつ、あ、その仲良いしたらどんどんもうやっぱ料金高くなってるから、まあ、確かにワンセットって決めて3件行って、うん、キャバクラじゃなかったけど3件目のガールズバー、うん、なんかめちゃくちゃ可愛かった、めちゃくちゃ可愛い、しかも安いね、うーん、それが普通に自分の家から通える範囲やったら多分通ってると思う、実現するかどうか分からないけど、もしこの動画を見てる人が、あのここのこの地域のキャバクラとかいいから行ってみてくださいっていうのを教えてくれたら、そこで全然行きたいね、ハイエナキャバクラしたいかもしれない、確かに、確かに、まあずっと3-3って店だったけど、その店普通に良かったら3-3な、稼働率えぐいんや、ほんま多分もともとずっとそこを縄張りにしとったモサうんたちがおったんやろうけど、うん、ずっと俺が2日3日張り付くようになってから、うん、なんかずっと睨まれとったもんな、どこ取ってくださいよ、え、いや取れへんや、顔はさせない、ちょっと一緒に行こうよ、うん、行く、俺も一緒に睨むわ、こ初日はやっぱ何もなかったんやけど、うん、2日目ぐらいからこいつ待っとるみたいな感じ、すれ違うたびにみたいな感じで睨まれてあれもろいじゃん、おじんくんが睨まれるって、うん、結構根性あると思いますね、結構い、結構イカついてやって、あおじん確かにパッと見パッと見喋らんかったら絶対ガテン系で怖いっすよ、うん、ハングレッシュがあるというか、大体そのパチンコの狭い通路あれ行っとったら大体避けてくれるもん、ね、うん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 、デブいしな、まあそれは、うん、それも嘘やし、うん、女乳首やし、わかんないやろ、うわ女乳首、いや、やべってなれへんわかるんすかね、うん、やっぱりそうなっとったら俺ほんま恥ずかしくて歩いていかれへんわ、こうやっぱ正面見てじゃあフォーク前進に行くってこと、恥ずかしくて歩いていかれてるとフォーク前進に行けフォーク前進で行けるってこと、そうなったらそうなってへんから、そうなったら、いやそうなったらもうそうなったら歩くことはできる、いやもうさ乳首に絆創膏貼るしかないやん、いやでもそれでも普通に歩くってことやろ、でも普通に歩くことはできないってことは歩行前進やったらいけるってことどう答えるのが正解なんですか、歩行前進で U タイム探して、歩行前進で U タイム探してやばない、これやろ、歩行前進で U タイムやってみた、これまずあのデータラップ見えへんかお客さんに聞いたらすみません今何か怖いわ、それは怖いわ、いや、大久選手に言うタイムやってみた、全然俺撮るから、後ろからちゃんと撮るから、それあの、しっかり人気が出てきて店からもそういう動画撮っていいですよってなったらやるけど、絶対、何俺が睨まれとるの映ってんのは嫌やろおもろいわ、それはいや、面白いな絶対撮れたかあるわ、スルーしたことあります？
U タイム1000ぐらいハマったことある。あ、その打ち子できとった人が1回するでしょみたいな。マジで、うん、1200、 うん、やばいよな。いや、あるっちゃあるけど U タイムでするって結構珍しいですよね。リングでするし、へえ、もう顔真っ白やったで、真っ白やったの。ちなみにその後どんぐらい、どんぐらいだったの。その後も速攻何百発かで当たって8連ぐらいしたから、おあの、まあまあ、顔ちょっとだけ黄色くなっとったけど、顔色も黄色それまでは真っ白やったほんまに。でもゲンさんでもスルーあるっすやん全然。ああ、まあまあまあ、あるあるある。あれショックやろな、すぐやったら入んなよって思うな。あれのスルーはやばい多分、おるでしょその視聴者でも絶対に。ゲンさんスルーはそれしかいいとこないっすやん、継続率っていうの。一回だって打ち込んできちょっと女の子2回連続でスルーした。マジで、マジで2分1を8回引けんってことでしょ。そういうことどんな気やねんやばいなそれ、うん、7%を2回引くんか。しかも2スルーした後にその後2年か3年ぐらいで終わった。すげえな、めっちゃ溜まってんじゃんそれえ、泣いとん。泣いてへんよ。ただ俺あのめっちゃ覚えとんが、グヒャンが、うん、その時俺は同じ現場にはいなかったけど、うん、聞いた話は昔のシンフォギー 80% レートのやつ、うん、あれで40何年したしたすごないそれ。すごいで、90% レートなら分かるけど、ギャーイだからもうあのシンフォギーの大ツバだらけにしながら言っちゃったもん確かにグピャ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 って言うとその日の後多分あの、おしゃん今日風呂行こうぜって誘ってったんやけど、うん、もう40連した武勇伝を永遠語っとった。いや、武勇も大爆連したもん、ほんまに。もうなんか風呂、両手広げながら、うん、喋りすぎても風呂使ったんか、武勇の唾に使ったんかわからんぐらい。えそれは言いすぎや、ごめん、武勇。さすがにあんま。ごめん、じゃあ投げキスだけちょっとしてくれ。いやいや、あの本気にしてもんやん、武勇が。いやいや、本気にしようから、お前の展望でシックスなりちゃった。武勇いじりすぎたらちょっと怒るから。そうやね。確かに最高連チャン何年ぐらいしたことある？俺でも無双の38連かな、多分一番いいの。ええ、マジで38連した？38連10位何万発よ。一撃何もで5万発出てないぐらいですよ。へえー、でも38連で5万発出てないの？多分振り分けで。あーなるほどね。俺サクラミドル、オキウミ4の、うん、えあれで、いやそあ65%プラスチタン、プラスチタン70%ぐらいあるのかな、うん、あれで30連が最高かな。あ、まあでも俺も多分29連ぐらいかな。何の台やって忘れたけど。吉本ダウンもっとしとった。よし、あ、そうや。吉本ダウンって40連ぐらいしたわ。マジで、うん、あれ70、え ?70、70%。1日とりあえず大当たりが82回ぐらいついてる。確かに。そんぐらいついたような気がするね。80何回か70何回か忘れたけど。パチンコは仕事になってから1パチってほとんど打たへんようになったな。辛いからね、1パチって。そもそも。うん。一回そのグヒャンが AKB の止め打ちを教えてくれっていうので1パチ行ったぐらいかもしれない。うーん、でもその日の帰りに付き合ったってこと。なんでそんな俺とグヒャン付き合わせたのパチンコデートグヒャンとパチンコ行ったら大体負ける。ああ、でも俺逆にグヒャンにあの助けてもらったことある一回俺がほんま1万何千発ぐらいやられて、はい、乗り打ちで。そうそうそう、グヒャンが結構出しておかげで買ったっていうことある。その時どんな状況でした、グヒャン。え、グヒャンみたいな、わしがおったおかげやみたいな、わい任せグヒャッシャッシャッシャッそれあの、それいいの。あ、そう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 、多分やけど、それで味を占めて、うん、その次の日、実は俺グヒャンに誘われて乗り打ち行っとね。あ、そうね、あ、まるで知っとねって言って、うん、黒チンポと大きい海やろ。そう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 。グヒャンその日鬼のように負けて早いな。俺鬼のように出したから早いな。しかもあっこの店バリバリさ、あった時キューッキューみたいな変なことなるからさ、グヒャン出たらそれなんか、いいことはある。ちょっと真面目な質問や、顔出せよお前上半身なんで状態で酒を浴びるなら俺の顔出すわ。そりゃこう新たの部屋に行く、新たがいいならやるけど全然いいじゃん。どうすんの、どうすんの、あかん、いいって言ってんじゃん。全然いいじゃん、あかんって言ってくれや。そりゃお前も知らんでな、お前。いや、この後だって俺この一丁だけで帰らなあかんねんでな。一丁
俺がなんか言ったらさ、アイヒル君よく白濃い目で見るやん、うん、それも何年も前からやっとうやん、うん、未だに返しが分からへん人を見る目じゃないからね。そう。あのゴミを、ゴミを見るような目で。あれ、うんこにたかったハエ見る。いや、違う。絶対そっちや。うんこにたかったハエを立ち止まって見ることあるか。あるある。あるんかな。その時はあの目しとってね。おシーンが何か言った時に向けるようにはしと。意識的に。まあ、要は俺はそれと同レベルで。そんなことは言ってないわ。それはちょっと悲観しすぎや。あ、そうか。たまにさ、あの、うんウィン5とかでも今年ウィン5ね今年4億か5億くらいのやつ2回ぐらい出とるやん、うん、知らんね100円が4億5億やでえぐいなそんな大金を一気に手にしてもったら YouTube やめるかもしれんなごめんこれよこれよこれよやっぱり今2人ともしなきゃこれがだからそのやっぱりこう推しにしけた目線を見せるそのあれよなるほど、ね、意味、うん、客はいっぱいあるようなやりたいのだから逆に何したいですかその1億円もしあるとしたらあったとしたら、うん、ゴリ1億あったとしたら俺ゴリゴリのポンジスキームのあの投資案件をはしごしたい分かる1000万掘り投げてだって次 10% の月限配当が出るやったらさ 10% もらって速攻で元本引き上げれるやつやったら引き上げたらいいや分かる1000万やったら毎月100万やでそれで、うんうん、いやポンジスキームなんかだってもしマイナス1000万出してマイナスやったらどうするんですかえもうその次で飛んだってこと、うん、それはもうだからもう出来たてほやほやぐらいのところに投資するやん、うん、さすがにできました1ヶ月で飛びましょうさすがにないやろもう仮にっすよ、うんだからまあその出来たてほやほやのところとか、なんかそういうのでなんかこう一回投げてみたいな。引き出せへんとこ多いんじゃん、そう。ああ、まあ多分その元本をそのすぐに引き出されるところの方が多分多いとは思うけど。ある程度の条件を満たさんと、うん。台湾か、なんか韓国とかで、うん、なんかあの昔のマックスとかやってますやん。マックス。マックス機置いてるとか台湾とか。歌手のマックスかとか。あ、そう、いや、あの、じゃなくて。ええー。普通にマックス機置いてるとこに行って稼働してみたとかえ、そんなんあるぞ台湾台湾か分からんすよどっか海外であるんですよ日本のあるぞあるっすマックス置いてるとこあるんですよなくなったって噂もあるけどおマジっすか、うん、なんかもう甘すぎて多分一、うん、人が2台売ったりできるんですよ、うん、要は海外でちょっとなんか撮ってみたいっていうのはあるっすよそのまあ動画としてもあれやし、うん、行ってみたいっていうのもあるし、うん、あ面白いね、うん、ギャンブル系の YouTuber でトップっていう先生じゃない。ああ、だって波を呼んでパチンコ勝てんねんで。そうか。さすがにだって誰も勝てんくない。だってボーダー理論の人ってさ、やっぱ時間食うやん。俺ら期待値で稼働しとる。あれ時間食わへんし。そう。だから効率的に言ったら時給換算で言ったらあっちの方がいいから。そう。だからあの人には多分誰も勝たれんと思う。先生うんいや分からんけどいやこれはでもほんまに尊敬の話やからガチの話、うん、だっておる大の言うたらそのデータランプって後付けやし、うん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 、大と連動して大の結果に対しての報告掲示板って感じやなのにそれを読んでこっちをすごくないだってでもその結果が積み重なっては今はこういう傾向やなっていうのがあ、それが分かるからすごいって。そういうこと、そういうこと。でも、要は先が読めるってことですよ、ね。そう、だから未来が見える。未来が見える人。お前、そういうことやで。そういうことやで。そういうことやで。俺らは未来は見えてないけど、ある程度の期待値を予想して、これだけ売っとったらこれだけはあるっていうのはあれやけど、俺らはあくまでその数字的根拠をもとにやってる。そう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 。あの人は違う。見えるんです。見えとこれいやこれマジやんでもそういうこと、まあ、ういうこと勝てる人いますかって話よあの人の動画見たことあるけどその、うん、先生のおかげですごい収支上がりましたっていう人おるしなそうやろだから誰も勝たれんねんあの人には絶対に確かにこの地球で一番ギャンブルが強いだって未来読まれたらもうポーカーで表情読んだやつアホかなって話や確かにだって未来読んどんねんからわかる言ったことわからないこの地球上の全ての人が欲しい能力ある人は持ってるんやそうやったパチンコでしか通用せん話やそうか未来が読めたわけではないんか谷村仁先生わかるあの人はお座り一発を決めまくって、うん、
何千万の送って稼いどみたいな。やらせよ。やらせな。それやらせよ。お座り一発決めまくってってどういうこどういう根拠でやってんすか、ね。谷村ひろしのままやらせよ。先生お前未来に会ったことあるか。じゃあ逆に聞きます。俺今までいろんな占い師とかなんかあんた死ぬわよとか生きるわよとか、まあ、いろいろおった人もおるやん、うんうん、でも俺未来を読める人に会ったことなんてない。未来やで。だってあれ多分5秒先の未来したらあんま分からないよ。もしかしたらうんこ漏らしようかもしれないんで。それは可能性はゼロじゃないよな。そうやろ。どんな人でも過去を当てれるけど、ノストラダムスの大先生だって2000年のあれを外したわけやしな。はノストラダムス先生あごめん、ノストラダムス先生でノストラダムスの大予言。もうそこを読める。あれは予言者か。まあ予言者やから。あれはだから予想やから。うん、予言者ってちょっと予想やから何にも言えてない。あるでもありますかって話なんですよ。これ未来を見える人やったことあるんですかって話。でも、うん、そこで未来見えるんやったらもっと別のことしてるんだ。なんでパチンコってあるんでしょ。いやでもそこがいいところ。そこがやっぱ先生の余裕だよ。やっぱりこう見える人はいつ見てもええから。確かにそう。だから別に遊んどんで、ね、あの人とは人生って遊びやから。全てがあの人の遊びやから。これ動画にしたらあの人裁判する。いやあれ未来を読んどうって言うんかな。未来やで。あれだって占いとしては統計の話じゃない。だからどれぐらいハマってるかをまず見つけてください。そのスロットで言ったらまあ設定1やと仮定して、うん、設定1やったら何千万マイナスっていうのが大体出てくるっすやん、うんうん、それ以上にマイナスになってる台を売ってくださいみたいな、うん、だから俺はそんな感じの捉え方収束するからみたいな。要は波やからさ、うんうん、でもその先にどうなるっていうその傾向を、ね、そうまあこうまあ要は信者がおるわけですよ、ね、まあ読んどうわけやんな。読んどってそれの的中率が素晴らしく高いわけやんな。まあまあまあそういうことやろな。だからこうそれを理論として提唱してるってわけやん。しかも結果としてやっぱ登録者とかもね、うん、いやだからもうな未来を見れるわけやからさ、やっぱり、うん、ちょっと俺らと格が違うかなっていう。極意って一回調べてくれ。奥義のことを知りたい。よいしょ、俺が言ってること一緒。奥義よし。空手とかで使われるんじゃないですか。なんか波理論って要は空手のことを言ってる。空手のことを言っちゃいます。空手の奥義ってこと。まあ空手武闘系の感じっすやん。なんか奥義とか極意って、うん、ってことは波理論は武闘系。武闘系ってこと。いや俺はしてない。いやお前いやお前とか言いますけど、うん、俺はしてない。絶対俺は違う今のは。いやもう俺はしてない。だから極意せよって言葉の使い方間違ってるんやろな、うん、先生。何々の極意とか。そうそうそう、うん、だから何々の奥義とか、はい、極意せよは違う。極意せよとかじゃなくて極意を授かる、極意を伝授する、極意を得得するとか。まあ、技、どっちかというと技って感じじゃない。技みたいな感じですね。何々の極意せよってことは技せよってことは理論は極意だっていうのが正しい使い方。ああなるほど、ええ、先生を小バカにしている YouTuber ってちょいちょいいるわけやんか、うん、でもそれあの先生が出してる極意が本物なら、うん、あのすごい話やん、うん、それを試してる人っているんかな。ああどうなんや。まあいいっすよね、試してみても。いやでも先生の教材でも買ってみて、ほんまだってさ、あ確かに、あの結構確かに否定的な動画出す人もおかしいから。あれもおかしい、おかしい、確かに。これやったらさ、もう一回買って一回やってみたらいいかもしれない。やって失敗して言うんやったら、うん、別にまあまあしゃあないけど、根拠ほんまにやってるんかっていう、うん、確かに。だからもしかしたら俺には未来を読む力はないかもしれへんし、その俺らに未来を読む力がないから、うん、先生の極意を授かるわけやろ。いやでも先生の極意をまず例えば授かっても、うん、要はあれってさ、うん、まあ未来を読めってことやろ。統計データ統計を取って未来を読む、うん、極意せよってことやろ。だから俺らが最終だから未来を読めるとこまでいけるかどうかってことやろ。あれはだから人が未来を読めるようになるためのツール教材よ、うん、ツール、うん、だから俺らが最終未来読める人間になれるかどうかっていう、もうそこのみの話だから。どうまあでもまあまあ買ってみるの分からんからな、もしかしたら、うん、先生
先生のその何て言うの概要欄かなんかからその飛んで、そのまだ販売しとんあれ多分販売してんじゃないか販売っていう言い方やめてくれあれはその人の秘めたる力を開花させるため のきっかけにすぎんからさ、そういうなんか先生をこう愚弄するような言い方やめて、その俺もさすがにぶん殴るかもしれない1000人ぐらいいたらやる先生の商材。ああ、そうやな。お金が入ってきました。これをレバレッジ効かせたいと。そうそうそう。だから結局さ、多分ボーダー理論の人ってさ、やっぱ数字にすがるしかないやん。ちゃんと数字的根拠を元にしかやっぱ立ち回られへん。前から思考停止状態、うん。やっぱ今現実しか見えてない。うん、今のその数字しか見えてないよ。雑魚の。まあその期待値以上の稼ぎが難しいわけだから、ね、うん、そう、そこじゃないよと、そこじゃない、うん、結局は俺はもう、うん、バカしとけよこの時期じゃない一番すごい人ってやっぱ未来見える人やからほんまに絶対にそうやな、だから俺らもそこで先行として未来見るためのその力をこうこじ開けて、うん、その自分の潜在力をな、うん、それはありかもしれない、でも先生の障害で、まあ、正直今の状態の俺らやったらまあ一ミリも正直信じられへん、うん、まあ確かにそのボーダー理論、ね、まあ、買ってきてほしい今まで、ね、実際、うん、プラスなってるし、ね、割はどうこうじゃなくて時給何千円なのかは別として、うん、まあ、買ってはいるやん、うん、だけど、まあ、未来見える人の力ってさ時給もしかしたら1万いく可能性もあるわけで、あ、まあまあ、まあ、怪しいぐらいがちょうどいいかもしれない、そうそうそう、ただなんでその未来見える力をパチンコに使ってそれはちょっと一旦置いとこう、そのどうしても拭いきれない疑問は一旦置いといて僕言ってるよ一回それがもしほんまにプラスになるんやったら俺らハイブリッドできるっすからね、まあ、そうやな、回る台見つけつつ未来も未来見つつ、うん、それこそボーダー理論とハイブリッドハイブリッドっておらへん、最高だ、確かに先駆者絶対勝てるよ、見えたらだから言うたらその今日その子だけいるかだけんかとかも分かるわけよ、まあ、でも極端に言ったら、うん、そう、極端に言ったらやりたい放題ってこと、先生から極意を授かるとそこまでできんの、そう大先生やで、だからもう先生やってたまにはこういう動画撮っていくのもありやな、そうですね、ちょっとまあほんまは店とかでね、うん、そうやりたかったんだけども、おうち時間ということで、そうそう、どこもまあ行けないんでパチンコ打てなかったんで、パチンコの話を絡めながら最終的な着地点の詩は僕たちは未来を見えるようになりたい、なりたいということですね、はい、以上ということで、最後ぐらい顔出したら、まあ今日の動画が良かった人は高評価ボタン、うん、あ、あと概要欄からツイッターのフォローお願いします、ツイッターのフォローは全然おらんない、うん、ツイッターのフォローしてください、フォローしてください、お願いします、お願いします、フォローしてくれた人はフォローを返すかもしれません、それは分からない、なんだそのなんか俺のフォロー返しはなんかすごい、俺がもう一番これここかったよ、俺のわしわしやん、俺のフォローありがたがれよ300人しか登録しておらんくせに俺のフォローありがたいだろうみたいな、なるほどね、まあおしんはそんな感じだけど僕はもうそんなことないんで、僕もすごい低調なんで、はい、低調なんでそんな感じで、あ、出した、あ、出した、お疲れでした。